少し大人になられたかっこよさみたいなのがありますよね。ボーイズグループさんならではのいかつさみたいなところが。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。今回はですね、 INI さんたちからレジットこちらのオフィシャルミュージックビデオを見ていきたいと思います。作の関係ございますので、音はこちらで聞かせていただいてというところでございますので、よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。レッツラーゴーツ。おお。おお。おお。音楽いい。おお。おお。うえぇ、ー、お、お、お、え、すごいですね。ちょっとこれは一体世界観、うわー、音楽めちゃくちゃかっこいいですし、ちょっとだから昔のヒップホップのサウンド感を今にこうアレンジしていくっていうところの、しかもそこから、まあ、軸のこの曲の部分に対して転調の部分が複数回盛り込まれていたっていうところで、すごいことになってるっていう、耳元がダンスブレイクのところとか音が取れなかったっすね。なんかこの後タカタンタンタッタカタカタンタカタン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 タカタタンタカタンタンタカ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 タンタカタン、うんうんうんタカタタタタカタタタカタタタタカタタトンツクタタタツクタタツクタタタンツクタタトンツクタタタ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 ン、わかんないわかんないわかんない、なになになに、ちょっともう一回最初の方から見ていきましたい。これやっぱりポイントになってくるんですかね。おお、音ないところで揺らしに行くところ西君。おお、ひろむちゃんイケてます、やば。ちょっと変わりますよねここ。お、超ヒップホップ。おお、サンノックン美しい、綺麗、かっこいい、全部この隙間から光が差し込んでるところに顔映るあるある、これ K-POP のね、美味しい名シーン名シーン。このあたりのギター感とかすごくバンドっぽくなる一瞬。これーかっこいい、かっこいい、ヒロムちゃん、わー。どこかにしっかりこう爽やかさを残しつつゴリゴリヒップホップしていくっていうところですよね。それが木村くんのマイスタイルって感じですかね。おー、ここでセンター来る人たちハマりますね、カチッとね。尾崎くんとさっきはヒロムちゃんだったかな。かっこいい、こういう構成がやっぱりこうかっこよく見えるのは大人数グループさんならではですよね。おー、いつの間に藤間キュン、ここまではまだわかるんですよ。ここもう、これここもうわかんない、どうやって撮ってんだろう。チュッチャンチュンチュクチュッチャチュクチュクチュクチュン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 。いやー難しい、かっこいい。このガレージというか秘密基地な感じと皆さんのこのまた少し大人になられたかっこよさみたいなのがありますよね。ボーイズグループさんならではのいかつさみたいなところがしっかりとこう乗ってるなというふうに思いましたし、ちょっとこういうビュンビュン系の速度感っていうところだけじゃなくて、そのヒップホップなこのサウンドトラックの中での余白の部分ですかね、テンポ感がしっかりこう何でしょう、刻まれてるというか、早すぎず遅すぎずっていうところ、まあちょっとゆったりしてるかなっていう雰囲気だと思うんですけども、そうなってくると皆さんのこうバイブス感みたいな、こういう回し感みたいなものがしっかりとこう見えてくるところでもあるのかなというふうに思うので、よりこうかっこよくどん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 その良さが伝わってくるっていうところにもなるのかなっていう、皆さんの音楽の聴き方とか乗り方みたいなものが結構前に出てる曲でもあるのかなというふうに思いますので、これはちょっと全体のまたダンスが気になるところですね。この指先というか手先が多分ポイントなんだと思います。レジットの L を多分ここで作ってるのかななんていうふうにも思ったりとかしたんですけども、ということで皆様の感想もぜひぜひコメント欄からいただけたらと思います。よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、スイッ。